今回は2024年の F1 の両タイトルが早くも決まってしまったかのようなお話です。いい意味で期待を裏切ってほしいものです。 RB20 の強さ。昨年 RB19 でシーズンを完全制圧したレッドブルは、その進化型ではなくコンセプトを一新した画期的な RB20 を投入しました。これにはまるで2022年にゼロポットを投入したメルセデスのような衝撃があったといえます。毎年の新車発表はライバルチームやメディアに対する騙し合いといえますが、特にレッドブルとメルセデスの新車発表はほぼ当てにはならず、今年は特にレッドブルがそうだったといえます。左が新車発表時の RB20 で、右がバーレーンテストに登場した RB20 です。戦闘機のような両サイドのエアインテークはほぼ同じですが、その下の縦の開口部、そしてヘイローの付け根の開口部、それによるエンジンカウルの盛り上がった形状は全て隠されていました。レッドブルのすごいところは、この画期的コンセプトのマシンでもコース上でいきなり戦闘力を発揮したことです。当時のメルセデスもゼロポットの投入にあたり、風洞では確かなデータを得ていたはずですが、実車で得た実際のデータとの相違に悩まされていたと思います。その後のシーズン中のアップデートでもそれは改善されず、泣く泣くコンセプト変更を強いられていました。この違いはまさに天と地の差で、チーム力はもちろんのこと、空力の記載エイドリアン・ニューウェイあってのものと言えるでしょう。今回の3日間の開幕前テストでは、フェラーリが2日にわたりトップタイムをマークしており、一発の速さがあることを披露していますが、彼らを含め多くのチームはブレーキングや立ち上がりで時折不安定な動きを見せていました。一方のレッドブルは、初日はマックスがトップタイムで締め、2日目と3日目は2番手と4番手でテストを終えていますが、RB20 の走りを見るとまさにオンザレールといったスムーズで滑らかな動きを見せていたのです。テストの結果で注目すべきは、初日にマクラーレンのノリスがトップタイムをマークした後に、すぐにマックスがそれを 1.1 秒上回ったことです。今回のテストでは3日間を通じ、レッドブルは一度も C4 のソフトタイヤを履いていませんが、すでにライバルたちは白旗を上げてしまったのです。意気消沈？ RB20 のスムーズな走りを目の当たりにし、多くのライバルチームは意気消沈してしまったのかもしれません。テスト前の期待とテスト後の落胆ぶりが一番大きかったのは、アストンマーティンのアロンソではないでしょうか。そのアロンソはテスト終了後にこう語っています。他チームが何をしているのかを知る水晶玉は持っていないんだ。マックスが世界チャンピオンで、レッドブルが F1 を支配していると思う。彼らは新しいコンセプトを提示した。それも驚きだよね。現時点では彼らのパフォーマンスを見守るしかない。今パドックにいる19人のドライバーは、自分がチャンピオンになることはないと思っているだろうね。それはキャリアの中で 99% 起こることだ。F1 は残酷なスポーツなんだ。マックスとレッドブルのマシンを見た後では、誰もが今年はレースで勝つチャンスが少なくなっていると思うはずだ。誰もが感じたことだと思いますが、アロンソはレッドブル以外の18人ではなく、ペレスを含めた19人と言っていることです。つまり、RB20 はもちろんですが、そこにマックスという天才が加わることによるパッケージ全体を脅威に感じているのです。昨年、精神的な脆さを露呈してしまったペレスには、このようなちょっとしたことでも今後蓄積されていくのかもしれません。そして、レッドブルと同じワークスチームのアルピーヌのガスリーは、テスト初日に早くも白旗を上げているかのようにこう語っていました。自分たちが素晴らしいとは思わない。でもまだ2日目、3日目があるから、自分たちがやってきたことの理解を深めることができる。忍耐強く耐えるしかないと思う。たとえそれがドライバーとして好きなものでなかったとしてもね。あのマシンからパフォーマンスを引き出すにはかなり時間がかかるかもしれない。我々には簡単な開幕戦にはならないだろう。望んでいたところからスタートすることはできないと思う。新しい車のコンセプトを理解するために時間をかけなければならない。
アルピーヌもレッドブル同様に昨年型からコンセプトを一新したマシンを投入していますが、この差です。アルピーヌに関してはカスタマーチームのマクラーレンやアストンマーティン以下の予算しかないと思いますが、これまでの彼らを見ていると予算が増えたとしてもすぐにはタイトル争いには加われないと感じています。彼らにはコンスト4位か5位あたりを維持してもらわないと、最悪は撤退の可能性もあるので本当に頑張ってほしいです。やはり昨年までのアルファタオリのように無駄な独自開発へのこだわりを捨ててほしいです。近年のアストンマーティンやマクラーレンがレッドブルを模倣して結果を残したように、彼らもレッドブルを完全模倣するくらいのマシーンである程度結果を維持することが理想ではないでしょうか。現時点でのレッドブルの対抗馬はフェラーリ、メルセデス、そしてマクラーレンの3チームだけと感じるので、開幕戦で彼らがどこまでレッドブルに近づけるかに注目です。やはりゼロポット？攻めたマシン開発をしてきたレッドブルは今後さらにそれをアップグレードしていくといいます。現時点では第4戦の日本グランプリで第2形態を披露すると思われています。そのマシンこそがゼロポットになると予想されています。実際にエイドリアン・ニューウェイはこう語っています。私は常にラジエーターのないマシンを好んできた。しかし明確かつ論理的に考えれば、これはエンジンのエンジニアに聞けることではない。エイドリアン・ニューウェイはメルセデスがゼロポットを投入した時やられたと思ったと発言しており、グリッド上でも興味津々に彼らのマシンを覗き込んでいました。エイドリアン・ニューウェイが生み出した昨年の RB19 はどのサーキットでも安定した速さを見せるだけではなく、 DRS が開いた状態でもどのチームよりもスピードを増す空力コンセプトを隠し持っていました。それを目の当たりにしたライバルチームはそれを後追いして真似ようとしていたはずですが、結局シーズンが終わってしまったと言えるでしょう。現時点で期待通りの速さ、安定性を見せた RB20 が今後劇的なアップデートを投入し、さらに戦闘力を上げた場合、他チームがそれに追いつくにはもはや神頼み、奇跡が必要になるでしょう。ゼロポット投入のヒントはマックスのこのコメントからも見て取れます。今回のテストではマシンを変更した全ての点から多くを学んだ。僕はチームのみんながやっていることを理解し信頼しているから、マシンが速くなるのであればどんなデザインでも構わない。やはりゼロポットのような大幅に見た目が変わるアップデートの投入は間違いないと言えるでしょう。今シーズンのレッドブルは驚異の24戦全勝を成し遂げるかもしれません。レッドブル強すぎます。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。